自殺はありえません。キラキラ光る第6話。今回の話は中毒死。死んだわ。どうして？じゃあ死ぬ直前に書かれたのか。中毒症状か。毒物で死んだとしたら殺人事件じゃない。ちょっと待ってよ。死体がなかったら毒物の判定はできないわ。分かってるから先生のところに来たんじゃないんですか。遺体が焼かれた後に発覚した毒殺の可能性。光は友人のため解剖ができない状況で真相を突き止めようとする。今夜9時。一つだけ手がかりが残ってる。最後のハガキを。